こんにちは、目黒区の自律神経救世主、久松です。今回は、寒くなるとなぜ気分が落ち込むのかというその理由についてご説明いたします。これをご覧の方でですね、なぜか、10月11月ぐらいになると寒くなってくると気分が落ち込む時間が増えてしまう。そして暖かくなる3月4月ぐらいになると改善していくといった、そういった症状をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。それって理由があるんですよ。まずそれはどういうことかというと、季節性感情障害と言われております。季節性感情障害、またこう冬の時期に起こるもので、冬季うつと言われております。症状としては体のだるさとか気分の落ち込みとか、そういったうつに似た症状と、あともう一つこの時期特徴的なのが食欲の更新、なぜか食欲が旺盛になってしまうんですよ。これってなぜが原因かっていうとですね、日照時間の減少が原因と言われております。日照時間が減ると、眠気を引き起こすホルモンのメラトニンっていう、そのメラトニンの分泌のが量やタイミングがずれてしまい、いつも眠くなるような状態。まあそれと関係なくね、季節関係なく始終眠いって方もいらっしゃると思うんですけども、もう冬場だけっていう方はもうこの日照時間が関係しております。メラトニンの問題。あともう一つ、心のバランスをとる幸せホルモンと言われているホルモン、セロトニン。セロトニンとかあるんですけど、そのセロトニンっていうのは日光で増えるんですよ。それがね、日照時間が少ないために減少してしまう。という、そういった理由が挙げられます。じゃあ対策はどうするのか、日光を浴びればいいのか。っていう、おかふうにお考えになるかと思うんですけども、まあ、それも一つの対策ですけども、次回の動画で、それについて、このね、季節性感情障害、冬季うつの対策、日光だけじゃなくて他にもね、やることありますので、そういったことについてお話ししていきたいと思います。ぜひぜひ次回の動画もご覧ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。